はい、こんにちは、夏林です。今回は月1のピアノ報告会になります。最近、ピアノのことしかやってないような気がしますが、まあ、マイブームが今、ピアノなので、まあ、お付き合いください。まあ、2015年になって1月ですね。で、1月から1年かけて、今年1年かけて、坂本龍一さんのエナジーフローを、なんとか弾けるようになりたいと思うんですが、今なんとかですね4小節を読み進めておりまして、エナジーフローって言っちゃったけど、さて今から弾く曲は何の曲でしょうっていう感じで弾いてみたいと思います。今はこれぐらい、ここまで弾いた。よし。今は割とうまくいった方だよ。うん。最初はね、こんなもんだよ。ここがドレミで、次がミでファでとかさ、一音こう楽譜を見ながら確認しながら、次は右手、左手だけみたいな。こんな感じ、左手はね。あとは普通にメロディー。両手で弾くのが大変だって話なんだよね。もう一回やるわ。これぐらいですよ。はい。今現時点ではこんな感じです。これが果たして、どれぐらいで、完成まで、いくのかというのは、これから、まあ、練習次第なんですが、今はこんな感じで、やってます。皆さんも、まあもしよかったらピアノなんか始めてみるのもいいんじゃないかなと思います。では今回はこんな感じで、さようなら。